桜木停車、桜木町行きが参ります。仲良くなって入れるように頑張りたいと思います。まあ、トップ下で出るんで、
ゴールに絡めるプレーだったり、はい、見に来てくれてるお客さんを楽しませれるようにプレーをしたいと思います。どうですか、ロッカーの雰囲気。いや、もう一番ユータが一番年下なんですけど、その次からこれが一番年下なんで、もうベンチの選手めちゃくちゃ緊張しますけど。今日会いたかった選手とか話したかった選手っています？これでもやっぱり、こういうガンバイエース出身なんで、それこそ稲本さんだったり、ガンバで活躍されたハリさんだったり、マンドさんだったりっていうのがすごい楽しみですし、まあ、本当にもう全員が全員すごい選手ばかりなんで、頑張りたいなというふうに思います。まあ、自分はキックが得意なので、持ち味を両足のキックを出していきたいなというふうに思います。じゃあ行きます。じゃあ改めて皆さんこんにちは。じゃあありがとうね、みんなこう集まってくれて。で今日一番大事なことね、ここ準備いい、皆さんが一番そんなくだらないから本気でやってほしい。本気で準備して本気でグラウンドで相手やってほしい。そこだけね。でそのために1個だけの冷静になってやっていこうっていうのは時間の調整、自分たちのテンポでいいから、相手のテンポ合わせない、自分たちのテンポでいいから。そのテンポを何するかって言ったらやっぱり一番前から一番後ろまでの距離だ。これみんなで調整してどのぐらいの距離でやると自分たちの時間でできるか、それもみんなこんなに力ある選手だからやりながら測ってほしい。それとあとは正確性、ミスをしないってことね。正確に足元に落ちて、走るのも大変だから一定過ぎると難しいから、やっぱりどこに行っても足元にしっかり落ちて、でその正確性ね、ここだけ距離と正確性、これみんなで意識して自分たちの一番いい形をもう最初から作ってほしい。で次からどんどん選手変えるからね。であと調子悪い人は言ってくれればどんどん変えるし、だ例えば3分で変わってもダメなら変えてるわけじゃないからね。いいから、そうそうそう、それだけ後で文句言うんだよ俺。それじゃないから、だからとにかく心の中で楽しくやっててほしい。で楽しくボール出しながらしっかり点取ってしっかり勝とう。そうしたらあとは50分に外だね。ただしっかり準備して最後、次これは神戸がもう誇るこの2人ですよ。本日どうですか試合は。いや、ちょっと緊張しますね。緊張します。はい、僕は楽しみですね。楽しみですか。はい、これはちょっと今日これビジョンに映ってるんで、ちょっと皆さんにちょっとアピールポイントちょっとお願いします。じゃあ言うたから、まあお客さんが本当に楽しんでもらえるようなそういうなサッカーをしたいと思います。僕も同じく本当にこんな機会ないと思うので、バンドさんのゴールを僕はアシストしたいなというふうに思います。ありがとうございます。これはそれでは、現地アップ場からおばんざいやバンドがお伝えしました。おばんざい。はい、どうぞ。おばんざい、おばんざい。ありがとうございました。来ましたよ、ここ神戸。ほら、菊池龍吾さん、はい、一発でします。はい、すごいな。じゃあ即興でいきます。即興でいきます。おパッチ見えちゃった。やっべ、マジで。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。決めたらヴィッセルマーク下がって、ヴィッセルマーク決めたらヴィッセルマーク2人でやります。期待します。ガムシャラに上げていくわ。クロス、また滑っちまったよ。罰ゲーム。やりてぇな。ちっちゃいな、これ。サイズあるだろ。サイズあるだろ。 M だ。どこ行った。どうでした今日は。意気込みを教えてもらっていいですか。そうですね、まあ勝ちなんで、本気なんで、もうやるだけです。プロとして負けられない戦いがここにあると思うので、やるだけです。はい、まあ、
そうですね、まあ、いいメンツも揃ってますし、まあ、それに恥じないように戦いたいかなと思います。まあ、プランカットしないでしょということで、まあ、森保さんも来てるでしょうし、早くしないです、はい。まあ、森保さんの息子もいますし、まあ、そこで口伝えでうまく入れてくれとプッシュしておきたいです。まずはレッドフォックスの入場です。続きましてグリーンラクーンの入場です。前線の高、この人が攻撃の中心です。ゲームが始まりました。圭吾が左の前にボールを展開して、ウィナーズボールのキックオフで試合が始まりました。
左のウィングに14番の歩が入っています。そうですね、今はあれが精一杯だと思います、はい、あ、いっぱいいっぱいやってるわけですね。いっぱいいっぱい、今あれがいっぱいいっぱいです、はい、稲本草美いいパス。さあウィナーズ陣内へ踏み込んでいきます。初瀬はもちろんいいクロスがあります。右足で中に預けました。ワンツー、初瀬上げた、ボールは逆サイド流れますですよね、はい、さあもういいとこ、ウィナーズカウンター早めに中に入れました。かかとでフリック、シュートを打ってきた。ウィナーズ最初のフィニッシュ、高です。右サイドからちょっと攻めの糸口を伺っていきます。探りを入れます拓也、真ん中ウンパルンパ、人気者ウンパルンパです。惜しい、大きな拍手が起きました。まあ、そんなウンパルンパのシュートがありました。初瀬、サイドチェンジ、旗が上がりましたが、今の攻め方いかがでしたか。いや、いいですね、こう逆サイドに相手を寄せといて、はい、でその時に逆サイドしっかり使う、上がってくるスペースをうまく使ってますよね。これですね、これ、うん、微妙でしたか。うん、ちなみに今日は VAR はありません。 VAR あったらまあちょっとって感じでしたね、はい、稲本は前を見てます、うん、右のタッチラインを使う豪華、豪華に対して左のサイド翔ちゃんが粘った。いいですね、はい、いいプレッシャーかけましたね。おっと奪い返した豪華、慶吾のラストパス、チャンス高木た、続きをかわして左足、おお拍手が起きましたがサイドネット、惜しかったですね。今那須監督も拍手してましたよ、まあ、ここはやっぱしっかりプレッシャーいったことですよね。恐れずにプレッシャーいって、あと動き方良かったですね、高選手、高選手、しっかりライン見ながら一回こう止まるというか膨らんでから、はい、いや、いい動きでしたね。最後はここ落ち着いてキーパーもよく見てたんですけどもね。豪華が中から背後、そこを見ていた西、一気に前にかかるレッドフォックス、よくカバーした。どうするか、外またぎを入れて、うん、ウンパルンパー、お決まった。右サイドアタック、フィニッシュしたのはこの TikTok フォロワー150万人。いやー、あれですかね、当たってないっていう感じ、ディフレクションあったとちょっと見てみましょう、はい、まあ、右サイドから3-3突破してましたからね。右のサイドかけると、まあ、拓也のコンビなんですが、ここですね、ああ当たってますね、はい、これ味方コース変えたんですか。ストライカーの高選手ですかね、この位置で見ましょう、はい、あ、変えてますね、コース変えてますね、はい、喜んだのはウンパルンパ、福盛、おお、わずかに外、いやー、いいですね、しびれますね、はい、この角度、この角度が見たかったんです、これです、うん、ほんのちょっとですよ、これちょっとですね、まあ、それここは狙ったんで、あのカーブというのもちょっと強めのボール蹴ったと思うんですけど、ね、はい、チョンテセ選手入ってますよね、あ、はい、うん、そのチョンテセ狙いましたか、来た、セカンドボール、まさに後ろから佐藤、佐藤、うん、あ、これはハンド、おっと、反対ですね、佐藤久人のフィニッシュ家元主審ジャッジハンド、ああまあこれはしょうがないですね、はい、あ、これはもう公開ハンドでしたね、そうですね、ハンドです、ハンドです、ちょっと手で同点、さすがですね、さすが、落ち着いてタイミングを外して落ち着いてサイドに打ちましたね、最後ギリギリでタイミングを外しました、なんとも言えない表情をしました、那須監督、ここまでいいゲームしてますからね、そうですね、はい、あ、これラストプレーです、いやー劇的でした、最後の最後にドラマがありましたね、
ウィナーズの対戦相手はラモス・ルイ監督が率いますグリーン・ラクーンです。さあ菊池、浮き球を前につけます。右のサイド抜けたのが駒野、そしてスピードがある相馬が勝負しました。おっと、この左サイドバックの梅ちゃんは非常に局面タフに戦ってくれます。ワンタッチ、面白いパス、おっと抜けた、相馬が来た、相馬のシュート、早いですね。早い、分かってますが早い。でもやっぱりプロだから決めてほしいですねそうですか、はい、追いつかなかったですね、ちょっと遅かった、うん、はい、ちょっと足んなかったですね。さあ左のサイドから小川のクロス、真ん中チャンスだ、なんとあそこに駒野がいた、サイドバックの駒野がなんと左サイドバックから右サイドバック、意外性を見せました。グリーンラクーン先手先制です。飛び込みで左のコーナーになりました。慶吾のコーナー、慶吾はいいボール蹴る、セカンドチャンス、少しふわっと浮かぶチャンス、左足きたかな、ナイスキーパー山岸、那須選手のシュートですか。反転できるか、ここは菊池が前に出た、お、そのまま菊池が前に行く、おお、奪った、はい、素晴らしいプレスでした。お、また菊池来た、また菊池、どこまで行く、まだ行く、アドバンテージ、あー、早い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 、相馬が早い、こぼれ球、球だ、三浦ゴールマウント、菊池龍吾選手です。入れ替わった、大津行く、早めにハーフナーマイクスルー、右足石川直弘、今の石川直弘選手うまかったんですけどね、はい、坪井選手来ましたね、お、田中達也選手、田中達也、森重選手も入りましたね、はい、来ましたね。さあ田中達也のふわっと、おー、ちゃんとカズヘディング、チャンスでした。グリーンラ君、一選手はウィング入ってるんですね、うん、はい、お、左のサイドチャンス、カジ、左足、ウンパルンパ倒れた、入れ直したカジ、お、チャンス、止めて三浦シュート、決まった、手を叩いたラモス監督、カズゴール来ました。日産スタジアム、2017年3月12日以来のカズゴール、みんなが見たいゴールでしたね。いやー、すごい、しかもラストプレーだ、あ、大津選手いいパスしましたね、かなと思いますね。で、同時にこのグリーンラクーン、ラモス監督のチームなかなか強かったですね。グリーンラクーンですね、はい、結構ガチで来てますね結構とかじゃないですよね、はい、はい、多分ラモスさんがね前半見て、はい、冗談じゃないよって言ったんじゃないですか
そうですね、はい、次戦うんですよね僕はもうずっとここにいたいです。あ、そうですかジャパンオールスター2021第3試合です。ラモス監督率いるグリーンラクーン、風間監督率いるレッドフォックス、この両者が30分一本勝負でこれからこのジャパンオールスター2021の最後のゲームを行います。アームバンドを巻いているのはグリーンラクーン三浦和義、そしてレッドフォックス高橋秀人です。主審は3試合続けて家元主審が担当してくれます。この第3試合ももちろん放送席に解説がつきます。解説するのはウィナーズの那須大輔監督です。しかしながら那須監督、さっきまで選手として試合に出ておりましたので、現在この日産スタジアムの放送席に移動中であります。ですから那須監督が放送席に着き次第解説としていろんなコメントをしてくれることになっています。さあ30分一本勝負です。レッドフォックスそしてグリーンラクーンの一戦です。グリーンラクーンの方は今福西がボールをもらいました。この辺り激しくプレッシャーがきます。 J リーグ屈指の左足キッカー福西、速い球。まあ、とにかくこの人はですね、那須さん、はい、普段もえげつない球を蹴ります。そうですね、はい、背後見た、左足を自分で打ちました。笛鳴った。家元主審、笛鳴らして PK スポットを指しました。PK もらったのは豊田選手ですね。そうですね、はい、これここですね。ラモス監督怒ってます。怒ってますね。ある意味今日は場内 VAR があるとも言えますが認められません。豊田、これはきっちり沈めました。いつもの飛行機ポーズ、さすがですね。レッドフォックスが先に点を取りま、大谷のワンタッチパス、長いスピードスター、やはり長い、もうワンフェイク、ギリギリで止めて切り返し、まあ、スピードの緩急を、そうですね、はい、まあ、でも菊池選手もスピード ね、 ここ、 ね、あのここの体重ね、最後まで粘れるので、はい、その良さが今出ましたね。そうですね、はい、斜めに行く、うん、そう、来た来た、相馬来た、少しスピード落として横パス寄ってきました三浦、その三浦和義が受け直します。おお、ここで駒の左足、繰り返しますがこの人は右サイドバックなんです。そうですね、これで長いのパス、あ、いいボールだ、抜けたか、ちょんてせ強い、ちょんてせ浮き球、ちょっとループ気味に、ね、狙ってきました、はい、ていた三浦和義、このコーナーキックは大津選手がいますので、あ、これで福森選手が下がりましたね。で、初瀬選手が入りました。山田裕樹、そこを食う、高めで抜く、相馬のシュート、これは冷静に大迫キャッチです。前に行かず、おー、ラストパス山田からチョンテセ、山田ひろきで崩しました。そして仕上げましたチョンテセ、チョンテセ、これで試合終了です。ゲームは2対0レッドフォックスが勝利を収めました。
今日の試合の感想をお願いいたします。ダビドリホです。今日はしっかり PK を与えてしまって逆に覚えてくれたんじゃないでしょうか。はい、すいません。じゃあ ぶっちゃけあの PK の判定についてはどう思いましたか。いや、家元さんちょっと厳しいんじゃないですか。家元さん当たってないから。家元さん厳しいよ。はい、当たってないじゃん。リュウ、今日ファイヤー一個もなかったけど緊張してた。やっぱりレジェンドたちに緊張しすぎて、そうですね、緊張しました。じゃあファイヤーちょっともらっていい。わかりました。皆さんこれだけ覚えて帰ってください。ファイヤー。ありがとうございます。ありがとうございました。最後に皆さんにあのメッセージの方をお願いいたします。はい、そうですね、やっぱりこうやってレジェンドとウィナーズさんの皆さんとサッカーできて、まあ、こうやってサッカー界を盛り上げてくださって本当に感謝です。来年からも J リーグサッカーをよろしくお願いします。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。菊池選手でした。今日は寒い中お集まりいただき本当にありがとうございました。こうやって、みんなでサッカーをできること、こうやってお客さんの前で思いっきりサッカーができることに幸せを感じます。これからもサッカー界を盛り上げていくためにみんなで頑張っていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。本当にありがとうございました。良いお年をお迎えください。カズさん、ありがとうございました。じゃあ皆さん本当にありがとうございました。帰り気をつけてお帰りください。良いお年をお迎えください。ありがとうございました。ご来場いただきました皆様、ありがとうございました。選手の皆様、勢いがあるなっていう印象がやってて、はい、ありました。今日ちょっと一瞬ボール取られた後本気にならなかったですか。いや、もう取り返そうと思って行って、あのしっかり一回取り迷子にしたんで、はい、そこがやっぱ意地っていうのがあるんで見せれたかなと思います。今日は結構1万人ぐらいの観客がいる中でのプレーでしたか。どうでしたか。いや、やっぱりこの時期にこういう J リーグがない時期にこういう機会を、作ってくださったこの那須さんだったり携わってくれた人たちに感謝してますし、でもこう寂しい期間なんでこうやってみんなが集まってやって、はい、少しもこう喜んで帰ってもらったら嬉しいかなと思います。菊池選手挨拶します。菊池選手挨拶します。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、今ないです。 あと広間の方にいる。あ、すいません。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。また YouTube 見ておきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。またなんかで、ね、企画でぜひ、ね、お願いします。ひめさん、神戸行きたいんだけどなかなかそう、あ、ちょっと通らないから通ってる。いや、企画ね、一応あのコロナの関係もあるから、そうです、ちょっと
今年、あ、来年か、いやでもぜひですね、ちょっと、お、来た来た来た、あのね、俺の弟のね、はい、マキさんが楽しくて、あ、マキさんです、写真です、あ、マキさん、あ、マキさん、あ、マキさん、マキ、マキ、そっちのマキさん、はい、ありがとうございます、また、またお願いします、お願いします、ありがとうございます。